りたいみたいなのがある人、あの積極的に仕事したいっていう人は、あとはその新しいことにどんどん挑戦していきたいって思ってるような方は、まあ、ぜひ。まず自分がもう何をしたいかっていうのをこう、まあ、強く持ってる、まあ、自分だけの一方的な意見じゃなくて、お互いがウィンウィンの関係を求められるような人であれば、好奇心旺盛な人だと思います。いやもう何にでも好奇心を持ってる人で、その自分の楽しさを見つけることに関しては苦労を厭わないっていう、多分なことばっかりですよね。でもなんか自分がやりたいことを達成した瞬間の楽しさというか、それをこう感じた人っていうのはすごく自由に合うんじゃないかなと。自分自身のこうキャリアとか、どうやって生活していくのかとかっていうようなことを自分でデザインしたいなとかって思うような人にとってはですね、まあ、いろんな機会もありますし、当然そういう機会がたくさんあるので、会社の中にたくさんの人がいると思うので、そういう人たちからもすごく刺激を受けることもあると思いますし、あとグローバルなことや世界にすごい興味がある人っていうのもすごい向いてるなと思います。 G は評価システムがしっかり確立されてますので、簡単に言えばやればやっただけの評価が得られるっていうのが魅力的だと思います。共にこう、何て言うんですかね、お互いがお互いをこう成長させていくっていうような文化なので、そういう人であれば患者さんのため、そうですね、まあ、介護を受ける人もそうですけれども、その人のためにしてあげたい、例えばものづくりであれ、エンジニアであれば、その開発をしたいですとか、他の、まあ、マーケティングの際に関してもしても、人々のニーズを聞いてそれを開発にですとか、好奇心旺盛でチャレンジしたい人っていうのはどんどん来るといいなっていう、で目の前にはどんどんチャンスが広がってるっていう感じしますね。